学校の皆さん、おはようございます。元気がいいですね。ありがとうございます。スタッフ紹介の方を一応させていただきます。今日講師をさせていただく、駒司と呼びます。春平小学校の第1期生で、8年前ここにいました。で、今は福井高専で電子情報工学科という学科の5年生になります。簡単にですが、福井高専の紹介だけしたいと思います。福井高専は一応入学するときは高校1年生で、卒業するときは大学2年生で、5年間でわたって、ものづくりを学ぶ学校です。でもし理科とか、算数とかが興味ある方がいたら、ぜひ考えてもらえればいいと思います。そしたらですね、それでは早速そのコンピューターに命令をしてみましょう。キーボードで LED1 と打ってみてください。アルファベットの LED です。お渡ししているいちごジャム初めの一歩という2枚目の写真にも書いてあるので、 LED をつける待つ、 LED を消す待つというアルゴリズムで、LED がピカピカするという仕組みになっています。また入るぜ。やだめー、無敵状態。また拍手。3、2、1、0。ということで、ちょっとだけ、自分で勝手に飛んでもらおうかなと思います。あれ？来た、びっくりした。はい。